もともと私通常勤務で、一般的な月の、土日の数分だけ休みがいただけるっていうところで、だいたい8日間休みをいただいていて、で6日間はそのうち資格取得のためにスクールに通っていたり、残りの2日間ではリバークリーンでゴミ拾いをしたりだとか、その運営に携わっていたんですけれども、そのタイミングでもうちょっと休みが増えたら嬉しいなっていうふうに思うようになって、でちょうどその時にドリームジョブっていう制度ができました。でそれがその私のまさに求めている働き方で、何かというと、総労働時間は一緒で、1日多く働けばその分休みの数が増えるという新しい働き方になってます。なので、多い時では月の半分くらいお休みをいただける状況下の中で、やりたいこととお仕事が両立できているっていうのが今の私の働き方です。休みが多いおかげで、まとまった休みを使って資格の勉強をしたりだとか、あとはそのリバークリーン団体の運営だったりだとか、そういうことがもろもろできているので、もしそういった制度がなかったら、ここまで私はいろいろ活動できていなかったなというふうに思うと、すごくタイミングが良くて、ありがたいなって思います。はい、自分のねやりたいことと、その仕事の働き方の、制度がこう導入されるタイミングがすごいいいタイミングで合致したって感じです。そう、いいタイミングですし、ラバではそういった私たちの声を取り入れながら、いろんな制度を提案してくれるので、そこもすごくいい点だなって思います。私自身が、現在、シングルマザーということもあって、子どもの就学が迫ってきた時に、今後の私自身のキャリアプランだとか、ライフプランというところ、それを考えたタイミングで、私の中で、子どもとの時間を大事にしながらやりがいのある仕事ができたらっていう思いがあって、その時に興味があったウェブデザイナーの仕事を学び出しました。でただ当時は会社のクリエイティブグループは実務経験がないと移動するという前例がなかったので、その頃は副業しながら実務経験を積んで、そこから転職をしようというふうに考えていました。部長自身がお子さん子育てをしてらっしゃったので、直近の子どもとの時間を優先するよりは、保育園であれば延長保育が使えるので、そこの時間を有効活用して、そこでしっかりと会社の中で、スキルを学んで、そのスキルを生かした中でその先考えてみればっていうふうに背中を押されて、キャリアチェンジに踏み切ることができました。社員として感じることっていう形にはなるんですけども、ラバーは結構トライアンドエラーの精神が根底にあって、こうスピーディーに何事もこう制度の導入だったりだとか改定っていうのをしてくれてるなっていう印象があります。でそのおかげで結構社員働いて、なんていうんですかね、こう社員がより働きやすいようにこう動いてくれてるんだっていう気持ちがすごく伝わってくるので、働いてる中でも前向きにすごく働くことができますし、あとは結構いい意見もそうでない意見もこう聞いてくれるこうスタンスがあるので、なのでなんていうんですかね、風通しがすごくいいなっていうふうには感じます。これはこう現場にいてもそうですし、本社に来ても同じように感じますね。そのもともとインストラクターとしてこうバリバリ働いていた自分と、復帰した時の子供がいる中で時短勤務で働くっていう、現実とのギャップっていうところで、ちょっと落ち込んでしまったりだとかっていうところも、その時は感じていたんですけど、働き続けていく中でそのギャップっていうのを会社の制度だとかっていうところに求めすぎるのではなくて、どちらかというと私は自分が変わっていくっていうことに考え方をシフトして、ウェブデザインの勉強を始めたりだとかして、こうインストラクター職以外にも強みっていうのを身につけられたことで、結果的に結構理想的な働き方をすることができているので、そういう意味では会社だけではなくて社員の方も会社に寄り添うっていう気持ちがすごく大切なのかなっていうふうに感じています。
そうですね、やっぱりその上司との関係もすごく円滑で、その面談とかミーティングの回数でみんなで話し合う場っていうのがあって、その時にみんなそれぞれ自分の思いを語ったりだとか、今後やりたいことを語ったりだとか、あのお互いのこれからのプランをみんなが把握している中で、そのじゃあどうしていきたいのっていうところをすごく言いやすい環境ではあるなと思います。これは本当に私がこう入社した頃から、スタッフ一人一人と面談をしてくれているということもありましたし、あとは本社に来ても変わらず一人一人の意見っていうのをすごく吸い上げてくれているっていう感覚があって、そのスタッフそれぞれの個性とか性格に合わせて上司の方とか周りのスタッフがいろいろ提案をしてくれているじゃないかなというのはすごく感じているので、すごく働きやすいと思っています。円滑ですよね。コミュニケーション、なんかそれぞれがコミュニケーション能力が結構高くって、だから意見がすごく通りやすいというふうに思いますし、フィードバックもいただけることでこう成長を感じられるというのも、すごくいい、ありがたい環境だなというふうに思っています。私の中ではもう入社してからそのヨガ哲学っていうところをベースに研修等で学ぶことができて、その中では自分に正直であることとか感謝をみんなに伝えることとか、そういったベースがあるから、それに基づいてみんなが行動してコミュニケーションも円滑になっているのかなというふうに思います。であとは特徴として私がびっくりしたのは、ありがとうってみんなすごく口癖のように言っているんですね。スタッフ同士でもお客さんに対しても、なのでそういうふうなポジティブな前向きな声の掛け合いという部分でも人間関係がいい秘訣なのかなと思います。これだけコミュニケーションができているっていうのは、一つは、ヨガっていう共通言語があって、そこからこの前こういうヨガを受けた時すごく良かったよっていう会話ができたりだとか、最近こういうのが体に良くてこれ美味しかったよとか、そういう会話から、じゃあ今度一緒にそこのなんかこうグルメじゃないですけど体にいいなんかこうランチ食べに行こうとか、会話が広がったりだとかして、なのでこう会社だけの関係というよりは、そこからこうプライベートで関係が深まっていくということはすごく大いにあるんじゃないかなというふうに感じています。ありがとうございました。